りょうさんも海外で一番活躍した日本人どなたか教えて。活躍した、でも香川とかすごかったっすよね。だってね、ドルトムントがマイスターシャーレ取るのに香川がいないとね。レバンドスキーがね、すげえと思ってた日本人です。香川、中田英寿、中村俊輔。そうですね。あと、まあ、チャンピオンズリーグで言ったらね、あの、セビージャー倒したね、チェスカの時の本田のフリーキックとかありましたけど、活躍した年数と残した実績で言うと、香川にあるのかな。うっちもすごいですけどね、ディフェンダーで言うと。でも年数の長さで言ったら、逆にみんなに聞いて、あ、岡崎そうですよね、レスターで言ったら。ああ、そっか、実績で言うと岡崎か。チームに残してるインパクトで言うと、でも香川、岡崎、そうっすね。香川、岡崎が抜けてる感じするね。でも中田もあの当時周りなかったからな。香川、岡崎、中田、英寿、年数で言うと長谷部っすね。うん。インテルっていうビッグクラブでちゃんとレギュラーね、ディフェンスで張ってた長友っていうのね。言うと、奥寺さんに関しては僕見てないんでね。そう考えると、その世代すごいな。中友内、岡崎、本田、香川、長谷部。すごいな、この世代。だって、これ普通に吉田麻也もすごいからね。プレミアで活躍してセリアでもって。そう考えると、ザックジャパンどうしたってなるね、これね。普通に岡崎ワントップでよかったんじゃないかみたいなのもあるけど。うん、でもまあね、あの時は。前田がスペース開けてみたいな。結局最終的に大迫と柿谷になったんだよね。